日独関係、日独関係、日独関係では日本とドイツの関係について述べる。17世紀以降、右与曲折を経て現在のような関係が築かれた。ドイツ統一がなる前の日本とプロイセンの関係についても本校で扱う。江戸時代の日本は江戸幕府が鎖国政策を行ってオランダ以外の欧米諸国とは あらゆる関係の樹立を拒絶した上、同時期のドイツでは、中小国家の分立が続き、18世紀以降に、ドイツ北東部から強国化した、プロイセンもイギリス、フランス、オランダのようなアジア、極東地域での植民地獲得運動を行っていなかったため、日本と現在のドイツにあたる地域との国交は、長年開かれなかった。ただし、レム号出身のエンゲルベルト・ケンペルや、 ビルツブルグ出身のフィリップ・フランツ・フォンシーボルト、共に長崎で島のオランダ商官の意思のような個人としてのドイツ人の来日例は存在した。ただし、幕府にはオランダ人とされた。1858年に日米修好通商条約などが締結されて、江戸幕府が開国政策へ転換すると、プロイセンも日本との国交樹立へと動き、1860年に フリードリヒ・アルブレヒト2・オイレンブルク伯爵を派遣して、1861年1月24日に、日広し州交通省条約を成立させた。これは、他の欧米諸国との間との条約と、同様、日本側に不利な不平等条約であった。1862年12月、プロイセン王国の初代中日領事として、マックス・フォン・ブラントが着任した。 1868年の母親戦争では、プロイセンは、英仏ランマイと同様局外中立を宣言したが、新政府に抵抗する奥越列藩同盟を支援する姿勢を見せたとされる。しかし、選挙区を左右する事態にはならず、戦争終結後も、日本とプロイセンとの外交関係は維持された。明治維新後の1871年に、ドイツ帝国が成立するが、 日広市修就航通商条約はそのまま引き継がれた。戦前の日本は政治、経済、文化に至るまでドイツを模範とした体制を取り入れた。歴史的な経過から乱後、同じゲルマン語派の西ゲルマン語群に近く翻訳しやすい素地があった上、プロイセンによるドイツ統一、ドイツ帝国成立と明治維新はほぼ同じ時期に起きており、 西欧近代化の判例として受け入れやすく、日本の軍事、法体系、生態、あるいは医学、哲学など、民生の多くで影響を受けた。1873年7月、ドイツの商船ロベルトソン号が航海中に台風に、愛、沖縄県宮古島沖合で座礁した。これを発見した住民は一晩中松明の明かりで、乗組員を勇気づけ、 荒れ狂う海に小舟を出して乗組員を救助。その後も1ヶ月余り手厚く看護し、無事本国へ送り返した。このことに感激したドイツ皇帝ビルヘルム一世は1876年、村民の博愛精神を称えるために、宮古島に博愛記念碑を建立した。日本政府は近代国家を建設する指針を得るため、 1871年から1873年にかけて岩倉施設団を欧米に派遣した。この際、施設団はドイツにも立ち寄った。この時の様子は、米欧海乱実機に一部差し入りで詳しく、記されている。1873年、明治6年3月15日には、ドイツ首相、ビスマルクなどに越見している。この時、施設団はビスマルクから、 当時の国際社会の実態は弱肉強食の原理で成り立っていることを改めて知らされた。この頃の3人のドイツ人がエゾ・北海道を植民地にするという思案を出しており、初代在日講師マックス・フォンブラントはビスマルク宛てに北海道植民地化計画に関する意見書を送っている。この出来事は軍事力では当面西欧諸国に立ち打ちできない以上、 日本が欧州列強の植民地化を免れるには、西欧世界、国際社会のルールをよく知り、西欧諸国のように振る舞わなければならない、中国のように植民地化される隙を見せないようにする、という近代日本の基本的な方針を得る天気となった。また当時のドイツは、1871年に近代国家が誕生したばかりで日本と状況がよく、似ていたこともあり、その軍事、 法制、医学などをはじめとする多くの分野において手本とした。伊藤博文は大日本帝国憲法の作成に、あたって、ベルリン大学の憲法学者、ルドルフ・フォングナイストとウィーン大学のシュタインに支持し、歴史法学を研究している。当時の東京帝国大学がヨーロッパから招聘した教員には、ドイツ人が多く、1876年、 明治9年にエルヴィン・ホンベルツが来日したのをはじめ、哲学では、夏目漱石もその教えを受けて、ケーベル博士と親しまれた、ラファエル・ホン・ケーベル、科学では、ゴットフリート・バグナーなどがいる。また、ドイツの学術を取り入れることを目的とした、ドイツ学協会学校、独協大学の源流となるが設立され、ゲオルク・ミハエリスが招聘されて、法学を教えている。 日本陸軍は特に夫婦戦争以後は、ドイツ陸軍をモデルに装備、戦略などの整備を進めた。日本を代表する文豪である森尾外も、軍医として陸軍に採用された直後に、衛生学やドイツ軍医療体制の研究のため、ドイツに派遣され、その留学体験をもとに舞姫を執筆した。近代日本医学におけるドイツの影響力は圧倒的で、 二十世紀後半まで医師は診療カルテをドイツ語で書くのが不分立という状況だった。その他でも日本国内では学術、技術言語としてドイツ語教育が重視され多くの知識が日本へ流入した。また帝国大学、旧制高等学校の学生の間ではドイツの哲学、文学が強く愛好された。多くの旧制高校では英語を第一外国語とする。 文校、理校、ドイツ語を第一外国語とする文をつ、理オつクラスが設置され、フランス語を第一外国語とする文兵、理兵クラスが置かれた高校は、ごく稀だった。旧制高校の寮下では、多くの学校で歌い出しの合図に、アイン、スバイ、ドライ、ドイツ語で1、2、3が用いられたほか、アルバイトをはじめとして、学生生活の用語にもドイツ語が多く流入した。 戦前日本における仏教学やインド学の分野でもフリードリヒ・マックス・ミューラーなどの優れた研究者を輩出するほど世界的に高いレベルにあったドイツにおける研究が参考にされ当時の日本の仏教学者やインド学者の多くはドイツ語を習得したまたドイツに留学して医学を学んだ日本人留学生の中には小金井よしよなどのように人類学を学んだ者も,のも いたが、ドイツから日本への人類学の導入とともに人類学と密接に関連する分野である地理学や地質学、生物学、古生物学、考古学、歴史学などもドイツから強い影響を受けた一方交流の拡大に伴いドイツ側にも日本研究への関心が高まった1873年には在日ドイツ人の 交流組織も兼ねた研究団体として OG、ドイツ東洋文化研究協会 OG が東京に設立され、1904年には社団法人となった。ビスマルク時代は比較的落ち着いていた日独関係だったが、1890年にドイツ皇帝にビルヘルム2世が即位するとドイツは日本への姿勢を降下させた。 日清戦争直後の1895年には、ロシア、フランスと共に三国干渉を行って、両党半島の日本咀嚼、清からを撤回させ、過信焦炭を唱える日本側の対独感情も悪化した。日露戦争前の時期には、ロシアの目を極東にそらす意図などから皇帝ビルヘルム二世が降下論を唱えている。同戦争に先立つ1902年。 ロシアがインドへの軟化姿勢を強める中で危機感を持ったイギリスは日本と日英同盟を結んだ。この際、ビルヘルム二世は白人種への裏切りとして人種問題の観点からイギリスを非難している。第一次世界大戦では日英同盟に基づきイギリスがドイツ東洋艦隊を撃滅する必要から日本へ連合国側に立っての参戦を要請。当初、 日本の軍部は艦隊の外地派遣によって本土の防備が手薄になることを恐れ参戦には消極的だったが1914年8月15日ドイツに対し最後通帳と言うべき勧告を行った日本軍はドイツの植民地のチンタをミクロネシアをめぐる日独戦争を展開するチンタを陥落後ドイツ兵は捕虜として日本に連行され 十数箇所の収容所に1919 19年まで、保養生活を送った。映画、バルトの楽園の題材となった、バンドウフリ収容所、徳島県をはじめ、奈良市のフリ収容所、千葉県、二の島フリ収容所、広島県の例は著名。この時、ドイツ捕虜からドイツ料理、菓子などが日本に紹介された。身近な食べ物としては、ソーセージが奈良市ので、バウムクーヘンが二の島で、 日本で初めて作られた。また、ベートーベンの公共曲第9番の日本での初演は、バンドー不良収容者の捕虜によるものだった。市中海にも、駆逐艦を中心とする第2特務艦隊を派遣し、戦乱護衛などの活動を実施し、同盟国から評価された。戦勝後、日本は占領した三島省の旧ドイツ権益を得た、か、 南洋諸島地域の移民統治領として譲り受けることとなった。戦後、日本は連合国五大国の一つとして、対独問題に関与することになるが、基本的には消極的な関与しか行わなかった。このため、国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党政権の成立までは、日本との関係は外資で疎遠であり、特に外交的懸案も存在していなかった。 当時の日本では戦後教皇や昭和教皇を背景に社会不安が高まり右翼や軍部の間で現状打破を掲げるナチ党への関心が高まり旧正高校や帝国大学の学生の間ではアドルフ・ヒトラーの著書である我が闘争が読まれるようになった庶民の間でもナチ党の象徴であるハーケン・クロイツが仏教における万事と似ていたために ナチ党への親近感が高まっっていった。一方、当時のドイツでは、バイマル共和国軍などは、伝統的な親中国政策を展開し、中華民国に対して、在家ドイツ軍事顧問団を派遣し、軍事訓練を施したり、武器援助をするなどしていた、中毒合作。日本は、日独関係の悪化を憂慮し、日中戦争において旅客した、ドイツ製の武器を、ソ連製、 または、亡国性と偽って公表していた。1933年に、ナチス党による政権が成立し、ドイツが国際協調路線から撤退を開始すると、ヨアヒム・フォン・リッベントロップ、ビルヘルム・カナリスなどの一部政軍関係者は、日本との接近政策を主張するようになった。また、日本側においても泥沼化する、日中戦争を打開する思惑から、中 武者の工事公共、駐在武官、大島博そして日本陸軍の主流派などが、対独接近を試みるようになった。これは、中華民国と親しいドイツ国防軍やドイツ外務省、また対独接近に慎重な日本の一部政治家や、日本海軍などの反発を招いたが、やがて、ドイツ国内で、リッペントロップの外交主導権が確立され、日本陸軍の影響力が拡大すると、 1936年の日独防協協定成立という形で両国提携は身を結んだ。1937年にはイタリア王国が防協協定に参加し、後の数軸国の原型となった。ただしこの協定は対ソビエト連邦という観点で一致していることを示すのみであり、実質的な同盟関係とは言えない状態であった。一方で日本はドイツによる オーストリア共和国併合、アンシュルスやチェコ併合などの措置を他国に率先して承認し、今までハンブルクに一つあったのみであった日本総領事館はウィーン、ケーニフィスベルク、そしてベルリンと四つに拡大している。またプラハにあった日本総領事館はプラハ帝国大学の図書館とするためにドイツ政府に寄贈されている。また年には大島が 中毒大使に就任し、さらに新読的な政策を主張するようになった。この頃、ドイツと中華民国の経済関係は日本を中心としたものに切り替えられており、ヒトラーユーゲンとの来日や日独合作映画の制作など、その関係は多岐にわたるものとなった。日本とソ連がノモンハン事件で交戦中だった1939年8月23日に突如、 ドイツとソ連は独祖不可侵条約を締結する。このことは英米のみならず、防共協定を結んでいたにもかかわらず、一切の通知を受けなかった日本にも大きな衝撃を与え、平沼内閣が同盟政策が白紙に戻ったと声明して、総辞職し、大島が一時大使を辞任するなど、日独提携の動きは一時停止した。しかし1940年になって、 フランスが敗北するなど、ドイツ有利の情勢が続くと、再び日独同盟派が勢いを盛り返した。数密顧問官、石井菊次郎は、日独同盟に際し、ドイツとの同盟で得をするのはドイツだけである。かつてビスマルクは、国際間の同盟関係には、機種とロバが必要であり、ドイツは常に機種でなければならないと語ったではないかと、言い反対するなど、日本政界にも、 反対の動きはあったが、外務大臣、松岡洋介と陸軍はこれを抑え込み、同盟締結にこぎつけた。これは、ドイツと戦争状態にあったイギリスと、親、イギリス的であったアメリカを強く刺激し、後の日米交渉では同盟解消が議論となっている。松岡は英米を抑えるため、ソ連を加えたひどくいによる連携を提唱していたが、これは同様に、 四国同盟を構想していたリッペントロップとも同意見であった。松岡は1941年3月13日、同盟成立形式を名目として、独位を歴報した際、アドルフ・ヒトラーにも提携を提案したが、水面下でバルバロッサ作戦が計画中だったこともあり、曖昧な対応しかなされなかった。ドイツは日本に大祖戦線を告げることは、 事態を複雑化させるだけだと判断していた。松岡は、その後モスクワに乗り込み、同年4月13日に、日ソ中立条約を結ぶことに成功する。しかし、同年6月22日、独ソ戦が開始されたため、四国同盟は実現しなかった。松岡は、同盟に基づくソ連攻撃を主張したが、南進論が高まっていた日本政軍首脳から拒否され、更迭された。 一方で日本側も太平洋における台米へ戦線復刻についてドイツ側に告知することはなかった。しかしドイツ及びイタリアはすでに純戦争状態にあったアメリカに対して宣戦線復刻を行っている。日独伊は単独不幸和協定を結び利益分割戦を決めるなど同盟関係にあったとはいえヨーロッパと日本はあまりにも遠く強調した。 軍事作戦が行われることは一度もなかった。第二次大戦開始直後は、シベリア鉄道による陸路での日独の人的、物的交流が可能であったが、独ソ戦が開始されると陸路は使えなくなった。また連合国側の海上封鎖によって、通常の船舶も使用できなくなったが、日本とドイツ双方の艦船による交流が行われたほか、日本軍が占領したペナン、 現在のマレーシアをドイツ軍に貸し与え、日本が1943年末まで正解権を持っていたインド洋において主に潜水艦による共同作戦を行った県独潜水艦作戦ほか、1942年にはドイツ軍の依頼により日本海軍がアフリカ東部のマダガスカルにおいてイギリス軍への攻撃を行ったマダガスカルの戦い。なお、 潜水艦では10ヶ月以上という長い時間がかかる上、大戦末期にはイギリス海軍が開発したソナーの登場によって、特に大西洋においての航海は困難を極めることとなった。外交関係においても大島中毒大使はドイツに対する強い思い入れから日本の政策をまさしく伝えることはできず、ドイツ側も大島に正しい認識を与えようとはしなかった。 また、日本と中立条約を結んでいたソ連の扱いをめぐっては、両国は協調せず、アメリカから大量に送られる大祖援助物資の輸送妨害などが行われることもなかった。日本がドイツとの関係を重視した狙いの一つとして、ドイツが持つ先端的な軍事技術の導入があった。1940から41年に報読した、 軍事視察団がウルツブルグレーダーなどの最新兵器に関する情報を求めたがドイツは当初は機密としてこれを断ったイタリアなど他の同盟国への技術提供も行っていない。しかし大戦前よりドイツに駐在した日本の航空技術者や軍関係者に対する技術提供は盛んに行われていたほか1942年に入ると ウルツブルグレーダーやエニグマの提供も開始された。当時のドイツは毒ガスであるサリンを開発してたものの、当時の日本にはサリンは提供されなかった。また上記にあるように、日本の占領下に派遣された潜水艦の日本海軍への供与が行われたほか、1943年にペナンに派遣されたものの、 その直後に連合国に降伏したイタリア海軍の潜水艦の漏獲を行った。さらにヒトラーは1944年5月になって最新技術や特許の無償供与を許可した。また、日本軍も小型艦船を中心とした技術の提供や占領下で入手した各種資源の提供を行った。戦時中の日本における特別高等警察と憲兵隊による 思想統制、言論弾圧にあたっては、ゲシュタポなどで実績を上げた、ヨーゼフ・マイ・ジンガーが顧問として起用され、同時に在日ドイツ人に対する思想統制も行った。ドイツの敗北が間近になると、日本大使館及び外交関係者は、ドイツ政府の依頼を受けて、南部のバートガスタインに避難した。その後彼らは、イギリス軍やアメリカ軍によって逮捕された。 一方日本におけるドイツ大使館は1944年夏まで東京で活動していたが1944年夏の東京大空襲の後一部の通信班を残して川口湖畔の富士ビューホテルに疎開した1945年4月のヒトラーの死去に際しては在日ドイツ大使館でその死を悼む行事が行われたドイツ軍降伏の後の6月8日日本政府は ドイツ政府がもはや存在しないとしてドイツ大使館並びにドイツ領事館の職務執行停止を通告した。連合国軍による占領の後、1947年に在留ドイツ人の送還が開始された。戦争終結時点で在日ドイツ人は3000人程度であったが、送還されずに日本に残ったのは700人から800人程度であった。 1949年に西ドイツ、ドイツ連邦共和国が成立した後の1952年4月21日、日本国との平和条約の発効の日をもって、両国間の国交が回復することが認めた書簡が、両国外相間で取り交わされた。4月28日に同条約が発効し、両国間の外交関係は回復した。西ドイツは、冷戦時代には、 日本と同じ西側諸国であり、両国関係は極めて親密となった。その後も、時には自動車産業、工術などで両国企業がライバル関係になりながらも、1950年代後半から高度経済成長、日本と奇跡の復興、西ドイツを共に遂げた日本と西ドイツは、政治、経済、文化などの多分野での協力を拡大し、 1975年に始まった主要国首脳会議、サミットでは、アジアと西ヨーロッパで、それぞれ最大の経済力を背景に発言力を強めた。戦前、西ベルリン地区に建設された日本大使館は、戦後は西ベルリンが連合国三国の共同管理となっていたこと、西ドイツの首都がボンとなり、大使館もボンに置かれたことから使用されないまま、 放置されていたが、1987年に壁面保存の形で修復の上、ベルリン日読センターとして採用されていたが、ドイツ再統一後の2001年より大使館に復帰している。一方、ソ連の強い影響下にあり、冷戦では東側諸国となった東ドイツ、ドイツ民主共和国は、西ドイツ政府がその存在を長年否定していたため、 日本との外交関係樹立は遅れたが、東西ドイツ基本条約の成立などの相互承認はこの流れを変えた。1973年5月15日の大使館の交換公文により即日外交関係が開始されている。東ドイツの首都とされた東ベルリンでは日本の鹿島建設によって1978年に国際貿易センタービルが竣工し、その後も西ドイツよりも ずっと小規模ながらも日本企業の進出による貿易関係が維持されて比較的安定した外交関係が1990年のドイツ再統一による東ドイツ国家の消滅まで続いた。再統一後のドイツも日独両国は互いに重要なパートナーである。特に技術、経済、 医療面での交流は依然として活発で、日本にとってドイツはヨーロッパ地域最大の貿易相手国。ドイツにとっての日本はアジア地域で中華人民共和国に次ぐ貿易相手国となっている。国際連合の国際連合安全保障理事会の改革では、日独両国が常任理事国になる案も有力で、この点でも両国は協力関係にある。 日本における輸入車の販売数上位3つは、フォルクスワーゲン、メルセデスベンツ、BMW とすべてドイツ車が占めている。ドイツでは、トヨタ、ホンダをはじめとする日本車、乗用車の市場シェアは 8.6%2013 年である。日本では、完成車に対する輸入関税が1978年に撤廃されているのに対して、 日本車がドイツに輸入される際には10.0%の乗用車輸入関税を課せられるという不公正な状態が続いており、ドイツで販売される日本車の多くは EU 域内での現地生産者に限られる。人数7132人、2017年12月末現在。サッカーにおいては西ドイツから日本へ非常に強い影響が与えられた。 1964年の東京オリンピックに向けた日本代表男子の強化策としてコーチに招かれたデッドマール・クラマーは日本を同大会でのベスト8へと導きその指導を受けた鎌本・国重などの主力選手は続く1968年メキシコ式オリンピックで銅メダルを獲得したさらに日本サッカーリーグの創設や育成年代の強化など クラマーの提言はその後の日本サッカー界の石となり、日本サッカーの父と称えられたクラマーは、日本サッカー伝道の第一回表彰者となった。また、西ドイツ政府により1960年に策定されたスポーツ施設の総合整備計画、ゴールデンプランは、日本のスポーツ指導者などから選望され、 地域社会に根ざした総合スポーツクラブの創設の理念は1991年設立の日本プロサッカーリーグ J リーグへ取り込まれた。この J リーグ早々期のスター選手としてジェフ市原に入団し、西ドイツ代表としての W 杯イ,イタリア大会優勝メンバーだったピエール・リトバルスキーは、その後も日本で選手や指導者のキャリアを積んだ。また、 リトバルスキーと共に W 杯イタリア大会で優勝したギドブッフバルトは後に、浦和レッドダイヤモンズの選手、監督となった。一方、1977年に1、FC ケルンに入団したオクデラ、奥ヤス彦コ後、ドイツのプロサッカーリーグであるブンデスリーガでプレーする日本人選手も存在し、近年多くの選手が同リーグに渡っている。奥ラと、長谷部誠、 香川真治は、同リーグ一部の優勝も経験している。近代文学においては、森外以降、ドイツ文学の影響を受けた文学者が少なくなく、ドイツ学派の影響が強かった、医学、哲学、経済の関係者と共に、新読文化人の系譜が続いている。音楽においては一層顕著で、日本では長らく徹底したドイツ音楽一辺倒の時代が続いてきた。 現代においては、やや多様化しているが、今でも日本は、イギリス、アメリカと並び、ドイツ音楽、音楽家崇拝の気風が強い国である。機械製品においてもドイツ振興があり、カメラなどはこれをハンとしつつ、本家をはるかに凌駕する国内産業を育成した。自動車においても、輸入外国車の7割以上が、ドイツ車となっている。また、一般に言われる勝負の気風。 勤勉さ、貴重面さといった国民性の共通点でドイツ人は草の根レベルでも親近感を抱かれてきた。アニメ、漫画などのサブカルチャーにおいてもしばしばドイツ人あるいはドイツ風なネーミングのキャラクターが登場し少女漫画においてドイツはフランスに次いで題材として多く登場する国である。また、新独文化人のように仕事に結びついてはいないが、 個人としてドイツ好き、ドイツオタクを公言している人も少なくなく、落語家の古今亭、新潮、桂米団を治むなどはよく知られている。一方で、ファッションに関しては、日本と違って実用性を重視する風潮が強く、特に女性は明工せず、スカートも履かないことが多い。若い女性でも、ジーンズやスキニーパンツ、黒やグレーといった暗めの色合いのトップスを好んで、 着用する場合があり、足元はスニーカーやヒールのないブーツといったコーディネートが多く、服装の男女差がそれほど離れていない。そのためか、現婚の日本人女性によく見受けられるパステルカラーや花柄のトップスに、シフォンなどのふんわりした素材のスカート、ヒールのあるブーツやパンプスといったフェミニンな装具や、皮膚類は逆にドイツ人にとってエレガントな雰囲気。 風貌であるかのように映り、驚きの対象となることがほとんどである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。